2020で最も、注目株のシリーズがあります。それがオライオンです。はい、うち の、 あの菊本プロプロデュース、まあ正直ね、コンバット史上最高の出来なんじゃないかなっていう、そういう存在になってます。まあ、名前オライオン、ヘラクレスの、後継機にあたる竿なんですけれども、まずは、2020は打撃機系打ち物ですね、打ち物を中心とした4機種をラインナップさせてもらいます。まず、67の ML デジで、6級 MH のムーンゲイザー、ムーンゲイザー、はい、で、6級 H のスターゲイザー、まあ、これがフラッシュのでですね、まあ、キグモトの、得意とするジグ打ちっていうのにはもう最強の一本です。で、ヘラクレスの時にはなかった機種なんですけれども、71の H プラスブラッククローズという、さらにあのカバーから引き出すような強さを持った竿まで、今回4機種ラインナップさせてもらってます。今回のねオライオンの最大の特徴っていうのは、これもティップまでトレカ T1100G、33トンカーボンをティップまでフルで使っております。その効果によって、まあ、高弾性の本当にあの軽さであったり、カリカリの感度っていうのを持たしながら、波乱強度っていう部分で粘りが出ましたので、非常にこのねベリーの部分をしなやかに曲げることのできる竿の作りテーパーが変化してます。これはね前回の、まあ、ヘラクレスもすごく優秀な竿だったんですけれども、素材的な部分でまあ、高弾性の良さを生かすのか中弾性の良さを生かすのかっていうところで、どちらかを取るしかなかったんですけど、今回は高弾性の、張り感度軽さっていうところを生かしつつ、粘りのある竿の設計ができております。じゃあそれは何に生きるかというと、本当にキャストっていう部分で従来では成し得なかったキャストの良さ、特にですね、まあバックスペースのない場所で竿先だけを使ってスキッピングをしない、そういう場面で33トンの穂先が曲がって弾き返してくれますので、今まででは入らなかった奥の奥にね入れ込むことができるんですよ。フラグシップモデルとしてはやっぱりスターゲイザー、スターゲイザーって名前の 69H ですね。はい、はい、あ、どこかで聞いたことある伝説の69H です。レングスとパワーと、はいはい、69H と比べるともう圧倒的にキャスト精度が良く、かつ従来のモデルよりもフッキング精度も高いです。なぜかというと曲がったものが33トンのすごいスピードで返ってくれますので、フルトジックフックでも自分のパワープラス竿の反発力でガスンと一気に貫いてくれますので、バラシも圧倒的に少なくなりますね。で、33トン、これのね、やっぱ感度えげつないですね。はい、もう本当にね、ルアーの振動、まあまあルアーのボトム感知っていうのも当たり前なんですけど、ラインのスラック、ラインの重さまでも感じられるので、いかに無駄のないあのアクションが取れるかっていうの、そこすごく変わってきます。実はね、今まで動かしすぎてしまってたんだっていうのがこれ使ってもらえればすごく分かります。なのでね、本当に今まで取れなかった魚は取れると思いますよ。竿でテクニックであって竿で竿の力で取れなかった魚は確実に取れるようになると思います。まあ、トレカ T1100G を使っているのもそうなんですけど、今回ね、4軸の方にもちょっと新しい4軸の方を採用しておりまして、クワトロウーブンクロスっていうんですけれども、まあちょっとね見てもらうと分かるんですけど、すごい密な四軸を今回採用しています。はい、で先端までは入ってない、先端までバットの補強、はい、っていう感じになってくる。特にね、バット部から2番目の、はい、特にこの辺ですね、この最後の曲がり出し、この辺まで補強するようにしてます。で今回の四軸っていうのは、前のは組譜で、要はねじれ方向に対して強くしている、でかつ軽量化にも貢献しているっていうような、そういう補強材だったんですけれども、今回編んで隙間がないんですね。前はこういう感じで組譜で、はい、間がすごい空いてたんで、はい、軽量化できてたんですけど、今回もう編んでこう密になってるんで、
軽量化にはつながらないんですけれども、うん、その代わりねじれ方向に対しての強さはもちろんなんですけど、うん、剛性感、まあ、竿って曲がるとき潰れるんですけど、潰れて復元していくんですけど、その復元力っていう部分が非常に速くなってます。それは全部4機種とも、はい、その補強材というか4軸は装備して、はい、強度重視の4軸ですね、はい、それを入れてます。なので投げるときって結構この辺まで実は曲がってるんですけども、はい、曲がったものが素早く返してくれることで、はい、今までではありえなかった弾道で奥まで投げていける、そういう原動にもなってます。トレカ T1100G じゃなくてこういったところの補強でも復元力を速くして反発力を生かしてますので、まあ、フッキングキャストっていう部分ですごく生きてますね。ヘッド軸のジグの針とかがガツンとこの反発力によって深くフッキング、フックペットに持ち込めるっていうこと。そうですね、はい、いやじゃあ今年はオライオン、オライオンですね。いやでもね、本当にフィッシングショー会場で、もし来れる方はね、一番まず真っ先に触ってほしいんですけれども、これはね、すごいですよ。すいません、ありがとうございます。